動画と専用サイトで徹底サポート。指導者なしでも上達できる初心者セット発売中。皆さんこんにちは。本日はつつき対つつきの時に相手をこう詰まらせるような早い、のつつきについてを説明いたします。ポイントの一つ目ですが、つつき対つつきする時に何て言うんですかね、結構みんなつついたことによってこう止まっちゃう、足が止まっちゃうことが多いと思いますが、足の立ち方なんですけれども、こうベタってならないようにつま先立つようにすると、軌道が、速くなるとは思うので、こう続く時にもこうつま先立つような感じでこう、常にこうステップを踏んだ上でつついた方がいいと思います。はい、ポイント2つ目としましては、バックスイングですが、バックスイングですけれども、あんまりこう大きく引かずに、あと何ですか、平行に戻すことを意識してやっています。高くなると何ていうんですかね、こうブレちゃうとか、次、ネットミスしてしまうリスクが高いので、なるべく同じ高い位置でバックスイングするようにしています。ポイント3つ目のインパクトの方になります。スイングした上で当たる時のボールタッチ、その瞬間がその何ですか、回転あるいはちゃんと当たってるかどうかのことによってそのボールの質も出ると思うので、なので当たる時にやっぱり手だけではなく、こう体の上半身もしっかりこう一緒にいって、そこから加速前に出すようにしています。
ここはちょっとだけでいいんで、ここが大事。そうすることによって、前腕をこう前に出すことによって、スピードが速くなると思いますし、あと相手を詰まらせるようなこともできると思うので、いいと思います。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。